はい、PS4 版ウィルポス9実況を始めていきたいと思います。現在1999年5月3週ですね、30億円所有しております。今日もゆくまったりと始めていきましょう。本日はね、氷水にクローズを垂らしていただいております。またね、先ほど原付をね、走らせて昼飯食べに行ってきました。まあ、それでね、以前ですかね、フェースガード付きのね、ヘルメット買ったって言ったじゃないですか。あれね、買った理由っていうのがありましてね、今日ね、初めてね、原付に乗ってる時ね、ぶつかってきたんですよ。虫がね、フェースガードにぶつかってきたんですよね。それでもう、よしっていうね。僕が買った、そのヘルメット買った理由っていうのは、だから虫がね、ちょっと怖かったんでね。いや、虫怖いですよ。山道走るんでね、結構。虫がね、結構激突してくるんですよね。それで、昔ね、ハンキャップでね、原付運転してたんでね、一度ね、前にも話したことあるんですけど、カメムシがね、鼻の穴に入ってきたんですよ。あれですよ、運転してる最中ですよ。びっくりしてね、僕ね。ね、鼻くそ閉じてね、なんとか出しましたけどね、あれ、奥まで入っていったらどうなんの、あれ、手術とかしないといけないのかな。あれがね、ちょっと最近山道走ることが多くなってね、ちょっと怖いなと思い出して、ね、フェイスガード、ね、顔面のカバーの、なんて言ったらいいんだ、フェイスガードでいいんでしょ？ヘルメットちょっと高いですけど買ってね、よしみたいな。まあ、どうでもいい話です。始めていきましょう。所有馬ですね、コンサートボーイね、帝王賞を目指します。マグマの怒りがね、安崎ね、デジャブがね、今週ビクトリアマイルですね。もちろん鞍上はね、福永くん騎乗します。まあ、昨年のね、秋華賞エリザベス上杯はね、福永くんが乗れなくてね、星野ジョッキーだったんで、まあ、今回ね、強敵集いますけど、福永くん鞍上でどこまで走るかね、楽しみです。はい。まあ、オークスバーですからね。それでアドマイベがね、イギリスダービーからアイルランドダービー、キングジョージ行かせます。ちょっとね、状態の方がね、落ち加減なんですよ。これ大丈夫ですかね？大丈夫かな？ちょっとカード使っておいた方がいいですかね。5月の5週まであるの、5月は4週までかな。ちょっと見ておいた方がいいよね。5月の4週に確認しましょうか。次の週ね、確認します。はい。まあ、それで銀ギラ銀はね、なんだっけ、これスプリントチャレンジじゃねえやグローバルスプリントチャレンジだったっけね。まあ、登録しています。あ、それでデウスがね、三冠戦ですよね。イギリス2000ギニーね、完勝したんで、あとアイルランド2000ギニー、セントジェームズパレスステークスを勝てばね、欧州ボバマイル三冠ですよ。うん、チャンスはあると思います。はい。ゴロはね、放牧出しました。まあ、鉄子ブラックね、次走目黒記念登録します。このままね、何度も言ってるようにスピード G プラスなんですけどね。ちょっとびっくりですけどね、スピード値には。まあ、でもね、結構構想してるんですよ、重賞でもね。長距離のね、重傷ならなんとかチャンスあるんじゃないかなっていう。ハンデ戦ですからね。あと、サウスビグラスのね、スピードが判明して、スピード B ですね。まあ、海外 G1 でもね、やれるんじゃないかなっていう感じがしますね。はい。まあ、それで見えない力がね、オークス登録してるんですけど、出れるかね、わからないっていうところがね、正直なところですよね。まあ、オーストワークでもいいんでね、出してほしいんですけど。ほんと、オーストワークでね、賞金も半額ぐらいでいいので、出してほしいんだけど。ねえ、まあ、この前エリザベスマッチの子供なんで、ギンギラギンの妹なんですよね。血統、父も一緒か。ね、このまま距離も持ちそうなんですけど、中距離って出てますけど、果たして 2400m 持つかどうかちょっと疑問ですけどね。はい。まあ、そんなところですか。行きましょうか。はい。これ G1 馬の移行とか使えないよね。使わない方がいいね。うん。ごめんなさい、エアーデジャブの調子は抜群だよね。あ、抜群ですね。行きましょう。ネクソ。サクッとサクッとサクッと、タララ。最近ね、雑談はね、ちょっと控えめにしようと思ってね、前回あんな感じだったんですよ。実は、最近ちょっと雑談ひどいかなと思って、減らしていこうかなと思ってるんですけど、うん。前回はだからね、視聴回数伸びたんですよね。なんでかわからないんですけど、視聴回数伸びてね。だけどやっぱりね、視聴者維持率が悪かったんでね、雑談の方ひどかったじゃないですか。あまりちょっと制限していかないといけませんね。
ゲームに集中しないとね、これ今一番面白いところですからね、これウィポのね、はい。まあ、インタラスティングもね、晩成なんで活躍してほしいんですけどね、ちょっと、現状では500万でも苦戦ですね、仕方ねえなと。嵐に仕上がれ。嵐に仕上がれもね、あの、未勝利戦強い競馬でしたよね。あ、でもそんな人気ないんだ。ね、コメントくださった、ね、この名前つけてくださった方にね、あの、G1 って言われたんですけど、やっぱりまずは重賞からですかね。このまま遅めだよね。そんな弱くはないと思うんですけど、ね、山人ゼファーサンクなんで夢がありますよね。ね。ただ、未勝利戦結構強かった。たんでここでこの人気っていうのはちょっとね、ねジョッキー変えますかね、竹豊ジョッキーか福永ジョッキーの乗っけないとね、やっぱり。あ、でも持ったままですよ。あ、でも切れ味に負ける。あ、でも伸びてきましたよ。いけいけ、板橋頑張れ頑張れ、させダメだ。いい競馬でしたけど、やっぱ力負けですね。まずは重賞から行かせましょう。はい、と今のは力負けですね。はい、まあ、しっかりねコメントも確認してね。あ、やっぱりここでは能力上位なんですよね。はい、走ってくれないかなっていう。さて、令和の怪物もね、まずスピード判明してないんですよね。長距離ならやれるんじゃないかなと思うんですけど、パワーがなかったね、確かね。これもね、ネクストリーいきます。パワーがないとね、やっぱり厳しいですよね。ね、スタミナあっても欧州のね、あの、レースはいけないしね、パワーなかったら。まあ、オフホワイトもどうなんですかね。ちょっと、さっき見てないんでわからないんですけど、ネクストリーいきます。いろいろね、名前の方いただいてますけど、あの、年末にくださいの、年末に。後で調べるの大変なんで、ね。あの、なんだっけ。昨日の話から場面いただいてね、なんだっけな、あれ。ホリエモンは、ホリエモンインザダークどうですかって言われてね、ホリエモンインザダーク、9文字に入らないんだよな。それで、何かいい名前ありませんかねって言ったら、ホリエモンはダークって最近 YouTube の規約の方でね、あの、悪口はいけないっていうね、いけないことになったようなんでね、まあ収益化したら、収益化にそういう悪口言ったらなんか収益化つきませんよっていう話なんですかね。ちょっとホリエモンはダークって悪口かな。いや大丈夫、一番人気なのこれ。あ、シーキザパール2番人気だね。チャンスありますよね。あ、エアディジャブーにちょっと、投資のカード使っておいた方がよかったかな。ね。まあ、あとは、競泳マーチ。ドーベルね。ドーベルいますよね。杉のキューティー。そうか、ファレンプシスがいないんですね。はい。やっぱり強敵はシーキザパールですよね。メジロドーベル。この3頭じゃないかなと。はい。サンサイバーがね、あまり出てない。ですね、はい、杉のキューティー3歳馬じゃない4歳馬ね、杉のキューティーあたりはもう何回も下してきてますからね。行きましょうか、レース行きましょうか。東京競馬場の芝1600m。 あ、エアデジャブーはやっぱりね、あの、だからエアデジャブーの娘がエアメサイヤで、エアメサイヤがだからエアスピネル産んだんだね。エアスピネルだからエアメサイヤの子供なんだね。忘れてたわそれ、ね、札幌記念じゃねえ、なんだっけ、ごめんなさい、函館記念か、ね、エアスピネル出てましたけど、もちろん消しましたけど、大スワークだし、ね、大ボカゲだし、消しましたけど、頑張ってほしいんだけど、応援してるんですけどね。僕、函館記念は2着3着でしたね。もう1着のもうカサールとか買ってないから。カサールジョッキーとはね、前から言ってますけど、すごい相性が悪くてね、僕は、ね、あまり買いたくないなと思って。
最初からね、もう考える前からね、最初に消してたんですけど考える意味なかったよなっていう結果でしたね。あれがだからね、マイスタイルから人気薄だったらね拾おうかなと思うんですけど、あれ一番人気だったからね、びっくりしましたよね。カツハルジョッキで一番人気ええみたいな。プロモーションその後ろ、内からはスピーク東証並んで G1 3勝、うん、この辺りがちょっとかかってるのかね、わからないなっていう。その隣にマリタルナパーク、ちょっと状態がね、気加減でマイネアクションそのうちに続いています。その隣にシーキングザパールは、あ、前に、あ、ちょっと後ろにおるね、はい、うん、やっぱり切れ味抜群ですからね、シーキングザパールね。ダンホザドリーム、ほとんど差がありません。エルリーズ、うん、いい位置いますね、うん、前に壁はないなと、はい、あ、シーキングザパールも早くも隣に来てる、いけいけいけ、あ、抜けた抜けた抜けた、競り合い競り合い競り合い、頑張れ頑張れ、競り合いなら勝てる、競り合いなら勝てる、勝負根性で勝負根性で、なんとかなんとか、すごいすごいすごいレースだった。頑張れ頑張れ、福田が追え、福田が追え、頑張れ、差し返せ差し返せ差し返せ、頑張れよお前。うわ、いいレースでしたけどね。武豊ジョッキーですかね、ひょっとしたら武豊とね、福永ジョッキーの見事なね、つばぜり合いっていうかね、え、見事でしたね、このレース。熱いレースでした。あ、エリムエクセルおったんやね、ごめんなさい、はい、4サーバーいたね。 いいレースでしたね。負けたらでも意味ないよ、うん。うん、暑かった。安田記念行かせましょうか。今のレース見たら安田記念でもやれそうな感じしますね。ねえ、ただあ、そうか、武豊ジョッキーをあのマグマの怒りに乗せるんで、オークス出れます。これ微妙ですよね。あ、武豊ジョッキーね、安城に迎えてるので、なんとか出したいなっていう。お願いします。大丈夫、出れた。出れた。出れました、これ。2つ目の花束を。あ、スティンガーぐらいならチャンスありますよ。あ、ツザビクトリーやっぱり一番人気やろうな。フサイチェアデールね。ね。あ、この世代結構レベル高いんですよね。うん。でもツザビクトリー2着で勝ったの梅のファイバーかね。梅のファイバー出てないの。あ、出れたんだ、やったやったこれは楽しみありますよね。ええー、それで5月4週、5月5週ってありましたっけ。ちょっとね、調子を見ておきましょう。アドバンベガね、やっぱ落ちてきたんだ。これは使わないといけませんね、はい、使いましょう。なんだっけ、なんかありますよね。まだ国内にいるんで使えますよね。ね、こういう時カードがね、やっぱり役立ちますよね。激励の言葉ですね、これ使いましょうね、はい、うん。まあ、使いましょう。アドマイヤベガだよね。よし、いい人ですねこの人ね指原さんに似てるけどいい人だねこの人は、うん、キフネさんだったっけ。あれ上がってないよ、なんで。あれアドマイヤベガに使ったよね、あれ、まあ、これ多分レースの時上がってくるんじゃないかなと思います、はい、おそらくそれを期待します、はい、それしかね。それで、うん、5月の5週ってありましたっけ。ダービーはもちろんね、出ませんので、ちょっと待ってくださいね。うん、まあ使いましょうか。賞賛の言葉でしたっけ、これ使いましょうかね、はいはい。まあ、ちょっと距離がね心配なんですけどね、使います、はい。
見えない力だね、使いましょう。やっぱ闘志はね、上げておきたいですよね。ちょっと一旦切りますね。はい、10分経ちましたよね。一旦切ります。さて行きましょうね。オークス楽しみですね。ネクソいや問題は距離だけですよ。距離がね持てば、まあ、ツザビクトリー相手でもねやれるんじゃないかなと。サイチエアデールあたりは距離が微妙でしょね。ラブシーズはこれネクストやね。はい、さて優秀頻繁オークスですね。はい、見ない力、投手も4に上がってね。はい、一番日記はあスティンガーね。スティンガーはさすがに距離持たないと思うんでね。はい、プリモディーナあたりもいますね。メノファイバーやっぱり出てますね。1枠1番だ。12番人気。人気はありませんけど、まあ、資質ではね、上のファイバーがね、桜豊を3区のね、勝ってますんで。2着に、ツダビクトリーだったんですよね。はい。どうですかね。これ楽しみですね。すごい楽しみです。はい。ちょっと待ってください。作戦ですね。先行と。竹田がジョッキー乗ってますからね。レースでしょう。4番人気だから結構人気あるよね。問題は距離だと思います。はい、府中の芝 2400m という。この頃はだからね、クイーンカップ勝った馬がねオークスでも来てましたよね。だからあの、ね、上のファイバーあたりもクイーンカップで好投してた。違ったっけ。あ、ごめんなさい、ガチャガチャ。はい、桜豊王三区はね、2400m 持つのかどうかってね、あの言われていましたけど、桜キャンドルあたりも桜豊王だっけ、あの馬が勝ってるんだよね、エリジョンね。あの時 2400m だった。ちょっとごめんなさい、覚えてないんだけど、まあ、豊王自体はね、あの 2400m 持たなかったんですよね。本人はね、本人っていうか豊川自身は持たなかったんですけど、おいおい、おいおい、あやっぱり豊かおの地っていうのは繋がってほしいですよね。豊かおから爆心王はやっぱり僕は大好きでしたからね。爆心王の地が繋がってほしいなっていう。今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。山歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後はスティングあたりはね、あの岡部ジョッキーが乗ってると。はい、体勢が整いました。さて、好スタートですよね。サイチェアデルが逃げるの、これ意外な展開ですね。ねえ、津田ビクルムトリーもね、もちろん前に来ますよね。オカショを勝ったのがスティンガーなんだ。本番、リアルではね、オカショプリモディーネが勝ったんでしたっけね。はい、フクラー君でしたよね、確かね。さらにはバンダイ東証、この辺りで各馬第一コーナーをカーブして、津田ビクトリーがね、逃げてますね。見えない力、ちょっと積極的にいってほしいなっていう。あまり溜めないでほしいですね。早めに仕掛ける形でいいんでね、強気の競馬をねお願いします。スピード S ですからね。ねアトマイヤベガよりスピードあるからね、子供は。頼みますよ、武豊さん。ねえ、ユータポン頼みますよ。噛んでたら噛んでいや、前にね強い馬2頭いますからね。あの3番手は天馬軍団かね。もう行っていいよ、もう行っていい。俺はついてますよね。さすが武豊ジョッキーね。曲がっていってほしいね。もう津田ビクトリーもうぶつかっていってほしいね。タックルして、タックルしてもいいからぶつかっていってほしい。行け、もう行け、溜めてる場合じゃねえ、溜めてる場合じゃねえって。行け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 、来た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 。最後これ距離がね、距離がどうでしょうか、距離がどうでしょうか。頑張れ頑張れ、行け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 、頑張れ、行け行け行け。ちょっと後ろから1番、1番、1番、
やられたわ。いや2着で来い。3着だ。ウィードファイバーや。史実通りや。でも距離がちょっと微妙なんだと思いますね。はい、負けました。2着入ってたらなんかオープンに入れたのに、3着だねこれね。ねえ、やっぱ距離か、距離やな。うん、あでもこれね、この段階でもうツアービクトリーで互角にやれてるんでね。うん、ヒンバーでは、まあ、トップクラスですよすでに。はい、まあ、これからですこの馬は。はい、さてこれからもねすごいレース続きますからね。アイルランド年戦ギニーどうですか。うん、状態いいね。持ちそうやねこれね。はい、なんとか持ちそうだなっていう。うん、まあいけそうやね。絶望ブラックもねいいです。はい、いやねちょっとね興奮しましたねいややっぱり距離やな、距離やと思うわ。まあ、次走どこ行きましょうかね。どこ行っても確証だと思うんですけどね。まあ、ダートは使いません。ダートもいけるのこれは、ね、ダートもいけるんだこれ。マーメイドステークスとか出れない、出れませんかね。やっぱ弾かれるかな。何頭立て、あ無理やな、無理ですねこれはね。はい、まあ条件戦とか行きたくねえよねえ。まあラジニキあたり出れる、ユニコーンステークス出れるか。ダートも走るんならばダート戦ね出ましょうよ。はいね、まあマイラーですかね。はい、まあ、状態いいよね。はい、行きましょう。いや暑かったですね。それでちょっとベガーの状態見ましょうね。あちょっと上がってきた、大丈夫だねこれね、使ってよかった。はい、行きましょう。デジャブの安田記念向かわせますね。はい、この辺りジョッキーがどうなるかね。マグマの怒り、タクタクジョッキーね希望してるんですけど、ちょっとわからないですね。はい、行きましょう。ごめんなさい、デウス大丈夫だね。デウス、うん、いけるね。よし、ネクスト。ちょっと進みが呪いですけどごめんなさいね。さてここ勝てばね三冠に王手ですからね。アイルランド2000ギニー、まあ、ライバルがねどの程度ですかね。テスタロッサ、リダウツチョイスあたりもね前走、まあ、楽勝したんで、まあ、一番人気ですよね当然ね。はい、まあ、状態ちょっと見ておきましょうか。ああでも気合い乗っていい形ですね。いきましょう。 2.0 倍と。はい、レース、まあ、から競馬場直線ですか。直線競馬、こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争を、微妙に直線じゃないんだ、いよいよ発走です、ね、スタートしました。ブロードイグリッド、好スタート、カルベロン、力は上だと思うんですよ、ね、前走のイギリス2000ギニー見たら楽勝だったじゃないですか、ね、坂があった方がねいい感じなので、ね、あこれコーナーあるんだね。外枠フリやろこれ。それでは先頭から先手を取ったのはアルジャブル、ブロードイグリッド、すぐ後ろピンクの帽子、ちょっと後方になってしまいましたけどね。状態も立ってはいない、立ってはいない。力はソシアルスイス、その外からナチュラル福永ジョッキーですからね。海外遠征はもうお手の物ですからね。内からはマッチレスジェム、少々スローペース、スローペースまずいよ。前に戻りましょう。先手を取ったのはアルジャブル、さあ先頭はまだ足毛のバタ、アルジャブルあたりも強いんじゃないですか。強そうだよね。ニューサンクス3番手9番、来た来た、よし、行け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 、チャンスある、チャンスある、先頭粘ってる、先頭粘ってる、スターゼスターゼ、デウス来た、デウス来た、まあ敵はいない、敵はいない、先頭粘ってくれ、粘ってくれ、粘ってくれ、よし完勝ですね。敵はいないわ、言い合いました。
これ三冠取ったでしょ、これ最後セントジェームズパレスステークス取れるでしょこれ、ね、え福永君が落馬さえしなければね福永君がビビって落馬さえしなければ勝てるでしょこれ、ね、え完勝でしたね。もちろん三冠取ったらトロフィーとかあるんですかね。最近トロフィーとか取ってないので、ね、取りたいですよね。はい。あ、愛国三冠。愛国三冠行きません。距離持たないから。はい。はい。ダメです。はい。よし。いや、暑いですね。次はね、イギリスダービーですよ。ねえ。アドマイメガ、差しで行かせますからね。はい。PL ホール。PL ホールもそこそこやると思うんですけどね。まあでもやっぱり、パワーがね、あるんですけど、スピードそんななさそうやな。ねえ。あ、これネクトで行きますね。はい。ああ、ちょっとダメだね、この場ね。うん。U もね、ネクストでいきまーす。タクキュンもね、ネクストでいきます。やりましたなめんなよ、ネクストでいきます。このあたりが、ね、ちょっと微妙ですね。はい。あ、日本ダービー待ちかね、金の星が勝ってる歴史が変わりましたね。はい。鉄子ブラックちょっとダイジェストで見ましょうか。はい。ハンデはどの程度なの？新聞で見た方がいいな。あ、51キロなんでね、チャンスありますよね。あ、ちょっと待ってください。追い込み差しでいいでしょう。はい。ダイジェストいきます。これね、チャンスあると思う。お、オーソブマシ、オーソブマシ、頭の高いですが、タグ豊かジョッキーが、ね、必死に追って、これ勝てるんじゃない。オーソ来たでしょ、これ。テツコ、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 伸びないんだよな、頭高いフォームで最後な。やっぱり伸びない。頑張れ、頑張れ、いけいけ3着まで来ましたけどね。これ長距離のレースなら結構やりますね。しかし、なんとか面目を保ちました。アルゼンチン共和国出られましょうよ次はいますよね、アルキョーと、ね、目黒記念が狙いっていう馬ね、リアルでもね、はい、惜しかったなっていう。やっぱりサッパラが優秀なんでしょうね、これはね。はい。富士体が結構オルガな。ちょっとね、また一旦切るので、切ってる間にね、ちょっと種付けします。さて、安田記念が先なんですね。はい。今回もちろんね、イギリスダービーまでやりますんで、はい。ちょっとマグナイカリ落ちてるね。竹豊ジョッキー乗ってくれるんだ。はい。ということはシンキングザパールもね、安田記念ですけど、竹豊ジョッキーは騎乗しない。まあエーダージェブーンにね、チャンスが出てきたと。まあボアでなんかいるかな、ライバルがね。はい。うん、行きましょう。デウスいいね。さて安田記念ね、ライバルがどうですか。あ、シンキズパールが一番人気、オールラウンダー、マグマの怒り、連戦連勝。あ、ブラックホークがいるんですね、強敵ですね。はい。あ、三強なんだ。シンキズパールも、じゃあごめんなさい、エアデジャブも入れてよね。
え、誰でしたっけこの人。あ、はい。はい。やっぱ欧州向いてるんだろうね。馬場適性がやっぱり重めの方に傾いてるのでね。欧州抜群にいいですね。なんでしょう。兄と姉、あ、そうか、ごめんなさい、はい。うん。あ、クーリングダウンもね、結構役に立ちますよね。はい。さて、一旦切ります。はい、始めていきましょうね。はい。ネクスト。まあ、安田記念なんですけどね。はい。さて、あ、エアジハードがいるんですね。はい。グラスワンダーも出てきたと。あ、それはやっぱりグラスランダーがやっぱり強敵になってきますよね。エアージハードが、まあ、勝ったレースなんでしょうけど、うん、まあ人気はシンキングスパールですけどね、このグラスランダー、エアージハードの方が強いんじゃないかなって、ちょっと苦しいかなっていう感じがします。はい、うん、まあレース行きましょうか。はい、まあ、2頭チャンスがあるんでしょうか、果たして。ちょっとね、はい、マグマの怒りが3番人気でね、エアデジャブが4番人気、1番人気ブラックホークと。ブラックホークも強いですからね。はい、レース行きましょう。まあブラックホークはね、あの高松の宮記念勝ってましたけど、東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。ね、あの最初はだから G1 勝ったのはスプリント戦だったんだっけ、ブラックホークは。でも最後にね、あのマイル戦戻ってね、はい、勝ちましたね、安田記念ね。まあ、もともとね、マイルでも走れた馬なんですけど、まあ、スプリントで結果を出して最終的にマイルでも勝ってしまったっていう。ちょっとこの辺りのマイル選手もレベル高いですね。キングヘイローが霞むぐらいのメンツですよね、うん、ポートブライアンズとか懐かしいね千馬だったんだ。おいおい、東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。エアジハード、エビナージョッキーね、はい、グラスワンダーマドバジョッキーと、はい、さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠のジョッキーでマトバっていう人多いですよね。なんでなんですかねマトバっていう人日本に少ないと思うんですけど、ジョッキーでマトバっていう名前は多いですよ ね。え、日本でも多いのかな、ひょっとしたら。その外にミッドナイトベッド、ね、オリエンタルエクスプレス、そのうちに続いています。内からはエアデジャブ、あ、デジャブ前行きましたね。はい、その後ろ、まあ、ちょっとグラスワンダーエアジハードね。グラスワンダーはね、2番ですね。これ内を不気味に回ってきてますよ。すぐ隣にブレイブテンダー、その横にシーキングザパー。エアーデジャブやっぱり前から行ってんの。このグループ内からはキングヘイロー、ここまでほぼ平均ペース。あ、エアーデジャブでごめんなさい。はい、あのエアジハードね、先頭走ってるんだ。どうなりますかねこれね。エアジハードがね、逃げ切ってしまうのかどうか。ブラックホークもね、あの手応え抜群。エアージハード行った。あ、来てますよ、来てますよ、来てますよ。あ、外からね、マグマの怒りも刺してきた。ブラックホークがね、すごい手応え。あ、でもね、あの、デジャブもね、来てますよ。あ、でもやっぱりグラスワンダー内から、グラスワンダー内から、グラスワンダー。はい、あ、見事な競馬でしたね、マッパジョッキー。エアージハードは逃げたらダメだと思いますね。うん、まあでもいい競馬でしたね。はい、うん、エアーデジャブがやっぱり海外遠征、オーストラリア遠征してね、秋はだから
ね、オーストラリアのビッグレースのコックスプレートあたり取れたらね、コックスプレートもね、賞金高いですから、あのレースあたり狙いに行こうかなと、はい。まあ、エリジョー行ってもいいんですけどね、フライングヒーローネクトできます。まあ、春のビッグレースのね、あのクイーンエリザベスステークスですか、2着でしたからね、オーストラリアとはデジャブは合いますよね、はい。まあ、このあたり、まあ、日本競馬もね、レベル高い年ですから、ね、そう簡単には国内のレースは勝てませんよ。はい。さて、状態どうですかね。ごめんなさい。高崎記念やね、これね。高崎記念出しましょうか。あ、出れますね。出しましょうね。はい。出走なってるわ。マグマの怒りとか無理だよね。距離、もう放牧だね、これはね。はい。デジャブを出しましょう。うん。あとはもう、まあ、出れない、出、ね、適性がありませんから出ません。はい。あ、愛のメモリー除外なんだ。さて、アドマイベガー状態はどう？あ、最高潮だ。よし。これは気合入りますね。まあ、愛のメモリー仕方ありませんね。条件性から行くしかないかな。うん。まあ、放牧出しましょうね。まあ、出します、4週間。それでそろそろね、名声がね、1万超えた頃じゃないですか。ね。あ、超えてますね。回しましょうね、ガチャね。ガチャ回します。3か、使わない方がいいかな。今、まあでもね、もう最後だよね。もう矢先で終わったから、使ってもいいよね。ね。うん。回そうか、ガチャね。はい。なんだっけ。新たな出会いか。うん。新たな出会い回しまーす。いっぱいね、貯めてるんで。はい。何これ？お守りと交換何？使用できまーす。もちろんジョッキーですね。あれ？これ、変わったんだ、ルール。なんだよ、それ。ジョッキー選べるんだ。もうどんどん使っていきましょうね、それならね。はい。あ、北村くんとかもおるんや。北村くんにしようか。ね、頑張ってほしいし。ね、今、ね、リハビリの最中なんでしょう。北村くんね、はい。やたらリアルやな、これ。ね、北村くん、男前ね。北村くんにします。はい。北村ジョッキーもね、もうちょっとね、一流ジョッキーになるかなと思ったんですね。藤沢調教師ね、すごい気に入られてたんでね。もっと結果出してほしいなっていう気持ちがね、僕はあるんですけどね。さて、もうやることありませんよね。ね。G1 まで行こうとかもうないよね。ね。アドマイベガー、使えないもんね、これ海外いるからね。はい。ね、使えませんよね。デウスも使えないもんね。エアディジェブも使ってないんだ。使わないといけませんね。はい。行きましょう。はい。さて、これはね、ちょっとね、緊張しますね。はい。イギリスダービー。まあ、歴史のね、あるレースですよね。もちろんね。はい。イギリスダービーって言ったら、やっぱり世界で一番歴史のあるダービーなんですか？今ちょっと読んでなかったんで。そのあたりが触れられていたんですかね。はい。一番人気ですね。はい。まあ、精神力もね、あるみたいなんで。あ、でも、モンジューがいるんや。ああ。モンジューの世代や。ね。2番人気がオース。オースあたりだったら勝てると思いますよ。問題はモンジューやね。一騎打ちや。ね。安住がね、竹井隆ジョッキーだったら、まあ、モンジュー相手でもいいかなと思うんですけど、もう、安住はね、もちろん、福永祐一ジョッキーです。頑張ってほしいなっていう。まだペーペーですから。ペーペーってことはないけどね。もうダービー勝ってるから。国内のダービー勝ってますから。あ、投資2位なんだ。ね。チャンスありますよ。はい。これ差しで行かせます。ため殺しはしないように。レース。行きましょう。
そうか、モンジュの年なんですね。モンジュはね、もちろんね、エリコンドルパサがね、凱旋門賞挑戦しましたけど、2着でしたけどね、勝ったのがモンジュでしたね。はい、この馬が今日の2番人気です。その8、この馬が続いて入場するのはモンジュです。サラブレッドラッシュ前走のこの馬の差し足、モンジュはサラブレッドラッシュ前走を解消、直線で方位から抜け出す。サドラズベルズ3区でしたっけ、違ったっけ、なかったっけ、思い出せない。まあモンジュが勝ったらね、あの父親の名前がね分かるんですけど、それだけはね避けたいです。それはあってはならないことなんで。モンジュの親父ってなんだっけ、いや、いい競馬場ですね、これね。はい。自然の地形を生かした、エプソムダウンズ、芝2400メートル、晴れ、両馬場。ザ・ダービーですよ。行きましょう。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から、国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。最高峰は避けたいですね。最高峰はやめてほしい。何が行くでしょうか。フラッシュダンジング、前に行きそうです。これがね、あの、右行って左行くんですよね。ね。アインピクニック。左行って右に行くのか、どっちだっけ。もう一度先頭から先手を取ったのはサード、右行って左行くんだよね、これね。はい、ちょっと後方やな。ちょっと後ろすぎないですか、後ろすぎないですか。これ前が開けばいいけどね、ちょっともうちょっと中段でね、あの進めてもいいような気がしますね。はい、そのうちに続いています。そしてモンジュのね、後ろを通っていけばね、必ず前は開くのでね。はい、そういう読みがねできてるかどうかね、福永君の頭の中にあるかどうか。もうモンジュの後ろついていったら行きますよ。後ろからの競馬になりました。アドマイヤベガ、後ろからの競馬アドマイヤベガ、先頭から最高。これはねラベルが強敵ですからね。意味のない展開になりました。その外にマーベラスカップ、黄色の帽子サフロンウォルデン、その後ろすぐ隣にムーンライトサークル、ジューンサマー、このねあの静かな雰囲気ですよね、ヨーロッパ競馬は。前の方からもう一度、ね、9番ガリアプール依然として先頭、溜めてますね。ちょっと打ちでも割れてますよ、これもうモンジュの前にいるからね。モンジュの後ろ取っていけ、モンジュの後ろ。王者意地のぶつかり合いだ。おいおい大丈夫、これ大丈夫、直線長いけど、モンジュの後ろまだ溜めてる、まだ溜めてる、溜める必要ないって。いけ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 、よし来い来い来い、いけ、さっさっ、モンジュや、やっぱりモンジュ強えわ、モンジュやわ、これさせる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 、ちょっと福永福永福永、ちょっと何やってん、何やってんの、福永福永、おい。いやーね、モンジュの後ろについていってね、行くべきだとは言いましたけどね、最後までね、後ろについていくとはね、思ってませんでした。はい、いやもうこれでもうね、もうダメです。もう欧州参加も無理ですし、うん、参ったなっていう。まあこれね、凱旋門賞行ってね、エルコンドルパサーもね、もちろん出てくると思うので、もうエルコンドルパサーとねコンビ組んでモンジュ倒しましょうよ。もうそれしかねえわ、それしかないわ、もう参加無理です。はい、まあ、ただね、これ欧州最初のレースでしたっけ、まあ、仕方ないかな、叩き台使ってないしね、叩き台使わなかったっけ、失敗したよな、うん、悔しいですね。まあこの後まあアイルランドダービー出してもいいんですけど、キングジョージの方がいいかなっていうね、まあ、アイルランドダービー行かせましょうか。はい、アイルランドダービー勝って国内に帰ってきてもらって、凱旋門賞にも全力をぶつけるのがいいかなね、そういうのがいいかもしれませんね。キングジョージ、キングジョージおそらくモンジュ出てきますよね。ね、うん、凱旋門賞が熱くなるなっていう、うん、あレバーのカブツダメだな、サウスビグラス、あ見えない力ね、見えない力、この週までやりましょうか。はい、ギンギラギンもね、いよいよ海外挑戦です。はい、いや、まいった、まあ、状態抜群ですよね。だから
ね、まあ、叩き台を使わなかったっていうのが敗因かもしれませんね。はい。まあ、余裕あったんで使ってもよかったなっていう。ね、皐月賞からぶっつけっていうのはさすがに、うん、ちょっと叩き台使った方がよかったわ。それ失敗したわ。うん。行きましょう、ネクソ。うん。落ち込んでてもしゃあないので。ね、はい。いや、でもレースがね、やっぱり、ダメですよ、あれ。レース自体が盛り下がりますよね。後ろにごっつんこみたいな、ケツアタックみたいなね。もうちょっと負けるにしてもね、もうちょっと白熱したレースをね、見たかったですね。はい。サウスビグラス、ネクストでいきます。このまま、まあ、あ、負けたのなんで？さて、見えない力ですね。うん。ここはやっぱり力が違うでしょう。ダートも走ったらね、将来性ありますよ。はい。ボーンチェンジ。どうですかね、勝てると思うんですけど、まあ、ここ勝ってね、サクッとオープンに上がっておきたいですよね。ダイジェストいきます。ちょっとダート走らないの、そんなことないよね。あ、耐久ヘラクレスも強いですからね。粘ってくれ粘ってくれ、思ったよりも苦戦しているが、粘ってくれ粘ってくれ。あ、でも勝ちましたね。よし、やっぱり強いですね、うん、力が違うわ。あ、圧勝でした。ダートも走りますね。段違いの強さです。見えない力、1着2着はキャニオンヤンドレ、一番人気に応えました。見えない力、見事です。これ安城はアタックユーとかジョッキー、うん、まあ福永君に、あ、トラユージョッキーか、福永君に変えたいですよね。うん、あ、ダート向きなのこれ、まあ、マジでそれは困るんだけど、ダート向きなんだ。ダートか。芝は無理なんですかね。まあ、芝も走ると思うんですけどね、ダート向きなんだ。参ったな。まあでもオークスの走り見たらね、芝でも走りそうですけどね。芝丸ぐらいなんだ、多分。ねえ。さあ、デウスね、次回お楽しみですね。ギンギャギンも、まあ、状態いまいちですけど、ねえ。あ、状態抜群ですね。参加取りましょうよ。あ、ちょっとギンギャギンが状態不安ですね。うん、いいでしょう。まあ、図鑑記念さすがにね、スペシャルも出てくるんでしょう、どうせ。ねえ、スペシャル対、ね、グラスワンダーですよ。このレースね、まあ、前も言ったと思うんだけど、内馬場からね、見てましたね。昔、阪神競馬場内馬場に入れたんで、高校時代のね、親友のりょうくんとね、内馬場で観戦した記憶ありますね。そこでね、なんかおじいさんに話しかけられてっていう話が何遍もしたんだけど、懐かしいな。いや、暑かったわ。ちょっと、見えない力の、適性っていうのをね、ちょっと調べておきましょう。まだ適性出てないよ、だけど。どういうこと？あ、万能ですね、でもね。適性万能だ。はい。いけるでしょう。まあ、ちょっと主戦をね、福永君にしておきます。戸田優ジョッキーよりも福永君にしておきます。はい。やっぱ世界をね、見据えて、ね。これからですよ、福永ジョッキーもね。はい。というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。